セントキャサリン島は、ウェールズ・ペンブルック・シャー・テンビーにある、小さな陸系島で、干潮時には、キャッスルビーチと陸続きになるタイバルアイランドである。この島は、セントキャサリン岩との名前でも知られるが、この上には、セントキャサリン要塞が設置されている。本港ではこの要塞についても扱う。エリザベス一世の治世下では、ペンブルック博がこの島の所有者だった。あとに、 島の所有権は、横領地を多数保有していた、天狗自治体に引き継がれた。1856年には、数頭の羊がこの島に生息していたと記録されている。観察者はこの時の様子について、半野生で足取りのしっかりとした生き物が、アルプスシャモアの機敏さを表すように、走り、くるりと帰って、こちらを伺い、また走り出し、 絶壁の岩から岩へと飛び移ると書き残している。数世紀の間、島の上に立つ建物は小さな教会一つだけであった。この教会の跡地は1867年にセントキャサリン要塞が建設された際に跡形もなく取り壊されてしまった。また動物園として使われていた時代もある。現在要塞は空き家となっているが修復して、 一般公開する計画が進められていた。2013年には観光ツアー計画が持ち上がったが、これは結局却下された。2015年5月、ペンブルックシャーコースと国立公園当局は地域に与える経済的利益を鑑みて、要塞を回るツアーとして一般公開する許可を出した。この場所では自然散策、ボート体験、 要塞の修復作業などを行うことができた。修復作業の間、要塞は、ホリデーシーズンの週末ごと、館長時に見学者に開放された。2016年には、BBC のテレビドラマ、シャーロック第4シーズン第3話の、最後の問題に島が登場し、最高レベルの監視下に置かれる牢獄、シェリンフォードとして描かれた。この撮影後の2016年8月、要塞は、 不確定な将来に直面したとして、再び非公開となっている。島は突出した石灰岩でできており、高さは平均25メートルで、満潮になると海水が入り込む洞窟がいくつも存在する。島の全長は200メートルほど、また幅は60メートルである。満潮時の水位より、下の範囲は特別科学館新地域に指定されている。 島の目の前にある道は、キャターンズという名前で知られている。セントキャサリン要塞は、19世紀に建設された、パーマストン要塞の一つで、セントキャサリン島に位置する。要塞の建設は、1859年に、ヘンリー・ジョン・テンプルが設立したイギリス王人、防衛委員会により、ナポレオン三世のイギリス侵攻に備えて提言された。ペンブルックドックにあったイギリス海軍交渉や、 ミルフォードヘイブンの防衛を考える上で、委員たちは敵がペンブルックシャー南岸から水陸両用作戦を実施し、陸側から海軍施設を攻撃するのではないかと危惧していた。委員たちは、テンビーからフレッシュウォーターウエストに至るまで敵上陸の恐れがある箇所に沿岸砲を備えた一連の要塞軍を備えるべきだとの結論に達したが、結局テンビーの この要塞のみが建設された。要塞の設計には、ウィリアム・ジャーボイス大佐が当たった。要塞は単純な長方形で、二つの相対する面に、鉄製のシールドで RML7 インチ砲を守る3機の防護砲台が据え付けられた。もう3機の砲台には、屋根の上に RML9 インチ12トン砲が備え付けられた。北向きの大砲は、 テンビーコートソーンラーズフットを望む浜辺を、南向きの大砲はペナリー王を望む浜辺を守備することが目されていた。要塞西側の入り口は看護を渡る釣り上げ橋に繋がっており、フランキングギャラリーズとも呼ばれる2本のカポニアで守られていた。カポニアはそれぞれ3階建てで、消火器用の銃眼がいくつも開けられていた。東側の地下室は弾薬庫、 砲弾庫として用いられた。また要塞には150人分の収容能力があった。セントキャサリン島は1866年に800ポンドを出して天部自治体から買い取られた。1867年に既存施設の一層工事と島に加工岩を引き上げる作業用にスロープクレーンを設置する作業が始められた。建設は 地元ペンブルックの業者ジョージ・トーマスが担当し、英国陸軍工兵隊のダールウェリン・モーガン大佐、フレデリック・クレメンツ大移、ギブズ軍曹がこれを監督した。工事は1870年に4万ポンドをかけて、完了したがすぐには、軍備されず、武器が配備されたのは1886年に、入ってからであった。この年、オーツトム防衛委員会の報告書では、 重すぎる9インチ砲を役に立たないと切り捨てている。1895年、要塞の管理はイギリス海軍予備員に移常され、彼らはヤングマン S コンプレッションプラットフォームへ訓練用に BLC5 インチ砲を設置した。1907年には要塞自体が退役となり、ウィンザー・リチャーズ家に売り払われて民家となった。砲の盾は窓へ作り替えられ、 内装は豪華に飾り立てられたが、第一次世界大戦では再び要塞として使用された。第二次世界大戦中の1940年、家は強制的に買い上げられ、内装品はハロッツでオークションにかけられた。戦時中は、対空部隊が要塞の前に建てられたが、この部隊は、イギリス海兵隊、イギリス王立砲兵隊の第四防衛砲兵中隊並びに、 軽対空砲兵部隊、ベルギー陸軍からの派遣隊、ホームガード、イギリス空軍から派遣された水難救助隊で構成されていた。戦後要塞は再び退役し、地元の事務弁護士に売り払われて、作家のローマン・ルイースなどに賃貸死された。島は1962年に再び売却され、1968年には動物園として再オープンしたが、 1979年に移転し、島は空き地に戻った。1951年には、グレード2のイギリス指定建造物となり、その選定理由には、見事に建てられ目立って位置する、19世紀後半の重要な海軍要塞と記されている。セントキャサリン要塞に関するカテゴリー。ありがとうございます。